三番街シネマはかつて存在した日本の映画館である。所在地は大阪市北区茶屋町東方シネマズが経営、運営した東方系の映画館であった。定員612人。常にヒット予想の高い洋画と邦画を上映。二階席もあった大規模の映画館。終盤期には日劇3系の作品を主に上映していた。 SDDS を唯一導入していた時期もあった。代表作、星の王子ニューヨークへ行く、ハバナ、ハードウェイ、紅の豚、平成たぬき合戦ポンポコ、耳をすませば、もののけびめ、ピースメーカー、アミスタッド、劇場版ポケットモンスター決勝等の帝王園庭、セントチヒロの神隠し、ブリジット・ジョーンズの日記、ミスター・ルーキー、猫の恩返し、ボーン・アイデンティティ、踊る。 大捜査船、ザ・ムービーに、ハルク、アシュラのごとく、ハウルの動く城、オペラ座の怪人、ナショナルトレジャー、ファンタスティック・フォー、超能力ユニット、ザウ・チョーテン・ホテル、日本沈没、井上家の一族、ドロロ、ドリームガールズ、ホリデー、レミーの美味しいレストラン、他定員181人規模の小ささからか、主に、有楽町すばる座。 シャンテシネがメイン館の作品が多く上映されていた。代表作、ストレンジャー、ザンパラダイス、パリ、テキサス、ダウンバイロー、グッドモーニングバビロン、ベルリン、天使の歌、思い出ポロポロ、エドウッド、イルポスティーノ、フルモンティー、普通じゃない、ウォーターボーイズ、笑いの大学、下妻物語、スイングガールズ、タッチ、オーメン、ラフラフ、それでも僕はやってない。 ラストキング・オブ・スコットランド、クイーン、タキシー・ホ定員三百368人。終盤期には有楽座系の作品を主に上映していた。代表作、ビッグ、クレヨン・しんちゃんアクション・仮面 VS ・ハイグレマ王、平成・ガメラシリーズ、名探偵、コナンシリーズ、タイタニック、劇場版ポケット・モンスター・ミュウツーの逆襲、ブロークダウン・パレス、ワイルド・スピード、星になった、少年、 7、この胸いっぱいの愛を、南極物語、着信あり、フィナール、ゲド戦記、女帝、エンペラー、ラッシュアワー3、他座席数はいずれも、閉館時のもの。最末期は全、スクリーンとも、サラウンド EX と DTS に対応していた。AB、大阪、梅田の老舗映画館、3番街シネマ閉館、日刊スポーツ日刊スポーツ新聞社。 2007年7月19日、24面。2021年1月29日閲覧。三番街シネマが24日、閉館、読売新聞2007年9月22日、シネコン構成、老舗幕三番街、シネマ24日、閉館大阪市北区、朝日新聞2007年9月22日。ありがとうございます。